どうもどうも、ももかです。それでは、この動画でですね、東京大商店じゃないです。すいません。何東京大商店、大井競馬の、東京杯の予想を、行っていきたいと思います。JPN2 ですから、ね、交流重賞ですよね。選定馬重賞になってるよね。あ、選定馬重賞か。ダート戦に、16頭立て、外回り、右回りですね。2がレコード出してるね。おそらくこれ JBC の叩き台というかね、ステップレースにはなるでしょうね。何でしたっけ。上位何頭とか入成金が与えられるかどうか、そこまでちょっと知らないんですけど、調べてないんですけど。そうやな、ここな、コーリンベリーとかね、東京杯使って、ね、2着で JBC スプリント3着来てるから、そうですね、合ってますね。先玉、東京杯、JBC とかっていう流れがなんか良さそうですね。難しいよね、今年ね。16頭もおるからね。去年は多分そんなに14頭でしょう。12頭前後が一番予想しやすいよね。地方組あるからね。絞れるっちゃ絞れるんですけど、今回 JRA 勢がうちからいきましょうか。チェックしていくと、まず4番ショコラブランでしょ。電子剣モノオフでしょ。コーリンベイでしょ。ロレン・バレンチノに、スワデラは、あれやな、スワデラキラットスピンとかあったよね。ナック・ビーナス。統計タイガーも出る。水槽 マレンとかでしょうかな。3連符があったら結構通せるな。7頭ぐらい。一番、予想関係なしで好きな僕、ショコラブランなんですけども、前走馬券にならなかったね。ブロードクボスの0コマ4でしょ。NHK モノフからの0コマ8とかね。まあまあ、話されてるっちゃ話されてる。好きなんだけど、構時計あるもんね。1分9秒で走ってくれるから。せやな、水曜日やから関西まで行って、雨が乾ききるかどうかやな。馬場はややむぐらいにはなりそうですよね。で、前に行きそうな馬を内から見ていくと、ショコラブランはちょいあれな、錦物が前、花切りそうで、統計タイガーがついていけるかどうかね、スワデラとかね、この辺も前行く感じの馬ね、11、12、11、12と、あと何やったっけ、錦も6やね、6、11、12あたりは前に行きそうで、から外の馬が、外で前に行きたい馬っていうのが、ブルドックボスは2番手、3番手な。他はもう多分前行かれへんやろうから、6、11、12は中心に考えた方がいいよね。で、まあ、この中でどれが残るかって、やっぱり6でしょう。ってことで、一応本命の6、錦物符。残り切るかっていうね、前で残るなら、この馬。で、後位差しの4番とブルドッグボスの14番。っていう順番で対抗ターナー。で、次に、残り切るかの統計タイガー。地方やからね。まあ、結構連勝してるけど。トップロキオンとか、キングズガードの1
ですね、これね、専用で。計なんぼ順に、ねえ、1244で走ってるもんな。まあ、地方とね、園田とかと、まあ、あと園田は僕、この馬ね、応援したいなっていうね、地元なんで、ぐらいかな。で、ドリームバレンチの、の行為、やや後ろで、岩田がね、何でしたっけ、レッドドンキの岩田。10歳だよな。着るなら10番かなって感じだね。あの後の9番人気ぐらい勝ってましたね、最終ね、最終レース。あのスプリンターの日ね、最終ダート岩田っていうのはね、僕は買うべきやと思って言いながら買ってなかったんですけどね、うん、一応最終の川だと岩田は僕極力もダートやったら迷わず買うんですけどね、それを軸でいくか紐でいくかはその馬次第なんですけどね、まあ、それを今いいとして、何でしたっけ、まとめましょうか、ちょっとまだ用意してね、これ早く三大商店のやつなんで、東京大商店じゃなくて東京記念でもなくて東京、はいはい、なんで東京電力とか出るんだよ、そんなん検索した覚えないけど、で本命が6番モノノフショコラで、ブルードックの14番で、その次にナックビーナスにしようかと思ったけども、統計タイガーが気になるのと、ナックビーナスで、星にバレンチノとかスワデラとか、ここはもう手広く行く人用みたいな感じ、ババとかね、オッズ見て切るならここです。で、64頭またもしかね、3連単もこれ頭で相手を流していけばいいんじゃないかっていう考え方ではあるんですけども、もうちょっとこれ順番無視して出してみますね。12、14、13ですね。これでいくと。ただ、相手として自身がいるから6、4は出しとかなかった。結構点数多いな。14、13はいらんかな。いらんことはないけど、一応絞ってこうしておきます。予想としてはね。一番ひどくいく方は12、13まで買われた方がいいかと思います。で、3連複に関してはもう6軸で、相手4点の6点勝負。ズバッと4。ズバッとさ、また今ね。もう秋ですけど。13。外ばっかりやけど、雨降って、スタートの多いは外も来る。で、ワイドはそれこそその外、外ワイドボックス。ボックスの12、13、14。12、13、14ボックスはいかがでしょうかって感じですね。はい、という感じになります。まあ、何かご参考になればと思います。おそらく馬単と3連複この買い方して終了かなと思っています。はい、それではいつもご覧いただきと言いたいところやけども、一応他の地方で気になるのは、地
らブルドコース1頭ね、考えてはいるんですけども、北三味一輝とかね、一応中央から地方に行ってしっかり勝ってるから、この辺も、中山とか阪神とかみたいに前で競馬できたら面白いかなと思います。シゲルガガはきついかな。なぜ西剣モノノフがね、1分9秒4でしょ。もう1000、2000、4000、4000走ってて、ちょっとピーク過ぎてる可能性はあるんやけど、まだやれるよね、ね、今年いっぱいはね。西剣モノフって JBC とか出てないんかな、去年は。今年出たいやろな、その陣営としてはね。ショコラブランも出てないよね。だから この辺をできれば見たいかな。コーリーベリー、コーリンベリー、あ、僕どう入れてないんか、予想に切ってるやん、コーリンベリー。こう切ったら来そうな気もせんでもない。テビ6、7入れときましょうか、一応。これで10点になるけど。コーリンベリー、コーリンベリー。ね。まあ、中央中心で軸どれにするかぐらいやと思いますけどね。で、統計タイガーとブルドッグボスがのどっちかが噛んでくれればって感じかな。 そこそこつくんじゃないでしょうか。あ、ブルドッグボスは人気してたね。統計、まあでも他のと比べて微妙だなこれもほんまオッズ見てあれやね。これ時間何時や、8時10分やけど、水曜日やったら、なぁ、ですね、はい。という形で、予想を終えたいと思います。なんかいいな、そうやな、そうそうそう、なぁ、芝田走ってたよな。まあ、それも、ダートもやれるんじゃないかなと見て一応入れてたんですね。初ダートじゃないにしろ、ダイヤメジャーやしね、ダート経験はこれないんちゃうかな。ここであれな、3歳児やるぐらいな。まあ2着とかで来てるし、まあ順当に1000人のね、2歳で 3歳か、これぐらいのタイムで走ってるのがまあまあいいんじゃないでしょうか。はい、ちょっと何回もなって終わりかけてありますけど、ちょっといろいろ思うところがあって、話しました。はい、以上でね、予想を終わりたいと思います。何か参考にしていただけると思います。それでは失礼いたします。いつもありがとうございます。